ず自分でアドリブやって、ここまで言い切ったなと、もうやり切ったなと思うところでやめてみてください。どうやって構築するかっていうのを、アドリブの長さコーラスするか決めずに、決めずに、そう、自分でなんかそのどんどんその展開モチーフを刻んで、どんどんなんか展開していくっていう練習をしましょう。だから最初からなんかいろんなことをやりすぎることではなくて、けどあのオプションとしては、例えば今よりもっと長い音のアイデアがあったりとかするし、なんかどうしてもそのバリエーションつけるとなると細かい音符の方にちょっとなんていうの、発想は行きがちだけど、休んでもいいし長い音でもいいんで、自分があまりやってないアプローチ、3連符なのか長い音なのか休符なのか、それをちょっといろいろで、今回は人格とか全然変わっちゃってよくて、あの今はモチーフをね、同じ 同人格上で積み上げていく、今度はオプションで自分が何ができるのか、新しいことを探していく、まあ、練習なので、それをちょっとやってみましょう。どうぞ。
なくなってくるんで、ずっとなんかタカ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 やってるんじゃなくて、このグルーブの中に自分がいいポケットに居続ける。逆に給付がすごいちゃんとワークするから。で、弾き始めた後のモチーフの展開も良かったし、発想もすごい豊かだったし、新しいアイデアをどんどん自分のところから出してくる作業っていうのも練習でやって、で本番で例えばセッションとかでやるときは、その新しいアイデアを探すっていうよりかは、自然にそういう発想が生まれるようなオープンな状態に自分をしておかないと、これやろうこれやろうっていうのが決まってるわけではなくて、気持ちで、あ、こういうことできるなとかっていうのが、まあ他の人の演奏もその要素によって、外的要因によって引き起こされることもあれば、まあ、自分の中で歌ってる中でパッて生まれてくることもあると思うんだけど、つまりまあだからバッキングトラックもよく聴いてないといけない。この要素の中から自分がどういうニュアンスとかリズムが出てくるかっていう、そういうのをキャッチするっていうのもすごい重要だ、ね、まあけどいろいろ今そのいい三つ取りのやつとかもあったし、いいモチーフっていうのがたくさんあったからよかった。じゃあ今度はバイオリンの音をより綺麗にと言っても、別に器楽的にクラシックみたいに弾いてっていうことではなくて、もうちょっと楽器をどうやって鳴らしたいのか、どういう音で弾きたいのかっていうのをもうちょっと具体的にして、今どっちかというと管楽器みたいなアプローチの中で発音はすごい気をつけているのは分かるけど、もうちょっと例えば伸ばしてる音のその艶とか、音の広がりとか奥行きとか響きとかをちょっと、もうちょっとバイオリンの綺麗な音の要素っていうのに気をつけて。盛り上がりとかで、そういうところがちょっと荒くなりがちなんで、
なんか今右手の発音のところにすごい気がちゃんといってるから発音がすごいクリアに聞こえてくるしいい形であの音にもう反映されていてそこにあのわざと自分でちょっと引っかくニュアンスとか入れたいんだったらいいだけどそうではなくてそれが癖になっちゃったりとかっていうもんだっていう意識で演奏してるのではいけなくて綺麗にちゃんと立ち上がりのある音を出せるさらにパーカッシブなちょっとクッっていうのを入れながら演奏するっていうところのオプションがやっぱりあるべきでどっちかというと今そのオプションじゃなくて弾いてる時にもういつもカッカッって言ってるイメージがあってだけど今すごい綺麗に弾けたところもあったわけだけどその綺麗なところの要素っていうのは非常に今美しく聞こえてきてだからパーカッシブな要素入れる時は入れても全然いいんだけどちょっと僕やってみますかいきなりちょっとスクラッチ音が結構聞こえてても全然それはそれでいいと思うけどもその必要な時に必要な分だけ音色音質をちゃんとダイナミックスの中に乗せられるかっていうなので今は結構大げさになってるけどもっとスクラッチするしてる音が入るところと入らない音っていうのがもっとまぐるしく変わっててもいいぐらいなんだけど全てはちゃんとコントロールを自分でする意識があった方がいいさっきは綺麗な音で弾いてっていう話をしたけど、はい、今は今度はもう混ぜてで自分のそのなんていうのモチーフ展開の中でそういう綺麗な要素を求めてるところなのかパーカッシブな要素が必要なのかそこを自分でちょっと選択をして演奏してみましょう。はい
それぐらいまず右手に意識を持って、でそもそもまず綺麗に弾くっていうところを、まあ、練習の中でやるってことで、それやってるともっとその、右手のコントロールで、ニュアンス付け、左手も含めてなんだけど、これ右手をちゃんとどういう発音で弾きたいのかとか、どういう、まあ、なんていうかな、テンションで演奏したいのかっていうのをまず右手をやらせると、何が起きるかっていうと、それに対してじゃあ左手がどういうニュアンスつけたらいいのか、どういう、まあ、例えばグリスさんに入れてみたりとか、ちょっとしたダウンのヒュンとかっていう、左手のその表情付けがより豊かになる、今ぐらいのそのスタート地点というか、右手でどういう音質作るためにどれぐらいの発音するのかっていうのをしっかり考えると、結構今音量のレンジも すごい広い感じ、いつもより全然広いじゃん。でまたこういう場所でやってるからっていうのもあるけど、思いっきり弾けるところもあるし、はい、まあ、レンジ自体が広がるっていうのはすごい、それはそれでいいことなんだけど、ジャズのセッションってそんな、まあ、ジャズのライブとかでこんなに広くはなんないんだけど、まあ、ある一定のここら辺で、だけど今みたいなボーイングによってここの範囲の中でこういう抑揚がちゃんとつくようになるから、そうだから、あの今の練習ってすごい重要な練習で、はい、なんかあのただ単に音量が5、音量3、1とか2とか4とかじゃなくて、その、まあ、音量の中でこういう本当にちょっと起伏がちゃんと生まれるっていうことが、あの特にあのバイオリンってすごいそういうところが、なんかビブラートとかもそうだし、あのシンプルにノンビブラートで弾いててもなんかかっこいいみたいなさところもあるわけ。リズム的にそこがちょっとはっきりしないポイントになってくるんで、今みたいな方がすごいなんかリズム的にはなんか過不足ない状態で、ちゃんとグループがずっと一定してる。まあもちろんけどタイミングとかにはすごい気を使ってるけど、よしじゃあもう一回やってみよう。で、今度はまあやっぱり右手のニュアンス引き続き気をつけて、はい、それで、今度は、なるべく同一人格のままでモチーフを展開しながら自分のアドリブとして一回やってみましょう。Thank you.
後半の終わるタイミングが どうでしたかね、今ね。微妙、最後は微妙だった。ちょっと最後あそこで終わってもよかったね。まあ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 、悪くはなかったけど、ちょっとやっぱ関連性が最後、まあなんか追い切っちゃった形の後に始まっちゃった的な、ちょっと感じましたね。で、結構そのソロをだんだん回してて、後半になった時にあえてミニマムにしてからもう一回やって終わるみたいなことはないことはないんだけど、それにしてもちょっと突然そういうミニマムセクションがやってきちゃったかな。もうちょっとうまくそのミニマムセクションでも同じことをずっとミミとかやってても、から徐々に動かしていく速さがもうちょっとあった方が良かったの。ミミミミディディでみたいな感じでリズムモチーフをもうちょっと早めに動かさないと急になんか静かになっちゃったよみたいなところだけがフューチャーされすぎるので、ちょっと注意が必要です、はい。今日 その練習 その目的としては、やっぱり左手に任せすぎないってことだよね、仕事を。やっぱ左手で何かやろうとするわけよ、まあ、もちろん音程もそうだし、ニュアンスとかもね、ルイさんのとかビューラーとかを含めて左手で表情付けも もちろんするんだけれども、順番としては右手で何かを起こしといて左手でそこで装飾をするって感じ。右手が伴わないのに左手で何とかしすぎるっていうのが一番音楽的に楽器がうまくその何て言うのかな、表現しにくいから、必ず右手でどういうニュアンスをやるっていうのを右手でまずメッセージを出しといて左手に反映させるっていうこと。これができないと、バランスが整わないと、すごいね、レンジが狭くなったりとか、ただ単に大きくなっちゃったとかさ、なんか無理したなんかちょっとヒステリックな音になってしまったりとか、ちょっと詰まった音になってしまったりするから、あくまでやっぱりやることは右手をすごい大事にするってことね、はい、すごい良くなったと思います。ありがとうございます。